ねえ、見てみて。このメガネ、ネットで買ったんです。どう？素敵でしょ？ねえ、素敵でしょ？皆さん、こんにちは。琴のなみです。今日は JLPT N5 の文法、でしょうを教えます。でしょうの使い方は2つあります。1つ、同意を求める。2つ、同情する。まず、同意を求めるを見てみます。同意を求めるって何ですか？私はこのメガネが素敵だと思います。あなたもこのメガネが素敵だと思いますよね。同じ気持ちですよね。素敵でしょ？これが同意を求めるです。じゃあもう一つ。2、同情するのでしょうを教えます。ああ、寒い。今日は本当に寒い。早く家に帰ろう。ただいま。お帰りなさい。今日は寒かったでしょう？早く入って。A さんは寒い中、家に帰りました。B さんは、A さんが帰ってきたとき、A さんは寒そうだと思って、寒かったでしょうと言いました。これは、B さんが A さんの寒いという気持ちに同情して言った言葉です。フォームは、ショートフォームプラスでしょう。最後のイントネーションをちょっと上げます。素敵でしょ？寒かったでしょう。皆さん、今日も琴の YouTube を見てくださってありがとうございます。楽しんでくれましたか？これからもたくさんビデオを作っていきますから見てくださいね。それから琴ではいろいろなレッスンをしています。オンラインレッスンや対面レッスン、いろいろなコースがありますから、琴で私たちと一緒に勉強したい方は、ぜひホームページをチェックしたり、ことに電話したりしてみてください。じゃあ、これからも頑張って日本語を勉強しましょう。またね。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.